アルバイトをカフェでしてて、他のアイドルみんながね利用するカフェシナモンっていうあのカフェがあるんですけど、そこでアルバイトをされております。シーナに、なんか実写でできてなかったカフェ、あらよくご存知でご存知でしたそうなんですよ、シーナニックが働いているカフェシナモンで実際にできちゃったんですよ。なんか素敵なカフェでしたよね、チラッとしか見てないですけど、あそこ完全予約制なんですけど、一般の方がね、はい、おしゃれなカフェだと言って入りに行っちゃうんですよ。普通におしゃれだもんね、だって普通のカフェっぽいもんね。そうそうそう、キャラクターのイラストとかも一切なくて、本当にあ、本当の本当のカフェなの、あのそのなんかなんていうの、ゲーム内のまんまってこと。そう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 そ う, そ う, うわー、そそられる。知らない一般の方がね、いっちゃうよね、いますかって言って言ったら、すいませんここ完全予約制なんですよって言われて、え何このカフェって言って調べて初めてわかるっていう、そういう。なるほど、この公式サイトですらアンスタの匂わせがなさすぎて、一番下にアンサンブルスクエアって書いてあるだけで、それがアンスタなのかすら誰もわからないっていうね一般の人見ても多いな。普通に言ってさ、事前予約が必要なカフェって何って思うじゃん。そうやってみんなアンスタに引っ張ってかれるんだよ、うん、それルイタにお知らせなんだけど、このカフェシナモンさ、アンスタのことがん隠ししてるのにもかかわらずね、一、うん、個だけね、一個だけね、シノのブレンドティーっていうメニューがあそれ販売中って書いてあるやつでしょ、やばいでしょここで突然のシノのんだから、マジ知らん人がやってきたらシノのんってなるなるわけ最高じゃない、めっちゃいいよな。なんでそこだけコラボカフェ感出してきちゃったの。そうなんよ、もう最高。しかもシノノンなのかな、シノ始めじゃないんだよな。そうシノノン、なんかゆるキャラかと思われた。そうなんですよ。いやでもリアルで体験できるっていうのは素晴らしいね。だってコラボカフェとかじゃないってわけでしょ。そうコラボカフェとかじゃない。すごいね、もうそこにあるんだもんね、店舗としてあるってことだもんね。そう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 、アイドルのみんなが行ってるカフェシナモンがそこに立ってる。そこでじゃあみんな池袋まで行ってるんだね。あのそうだね、ニキ君は池袋で働いてるんだね。いやそうだね、実質そうだから、もう近くにあのアンサンブルスケアっていうビルももう立ってんだと思うよ。なるほどな、現実世界にまで入ってくるのがアンサンブルスタードなんですよ。いやー素晴らしい。そうなんですよ、もうこんな話しちゃった。いやー素敵、いいじゃんいいじゃん。なんでこうカフェで働いています、ニキ君は。はい、かしこまりました。いやもう発表しちゃうよ答え。いい本物のクレイジー B を教えてくれるんだね。そうだぜ、じゃあクレイジーに教えてください。クレイジーにクレイジーの定義がブレるブレる。もうクレイジー出し尽くしたよ、何とかだぜうちらのクレイジーがスギちゃんすぎてやばいワイルドなの、ワイルドだからクレイジーじゃないのよワイルド B になっちゃうからさ。ワイルド B だったね違うのよ、うちらのクレイジーがよ。クレイジー勉強しとこうな、よく行くわ。ボイスオブなんて読む、ボイスオブソード、そうソードなんで笑う、剣の半笑いやめろ剣の歌って何かなと思っておもろいバカと同じじゃんいつでも頼れるシスターナイト姉騎士騎士にジャンル分けすな姉騎士なんだ姉騎士って兄騎士もおんのが弟騎士犬騎士おもろいことするな、面白い。祖父騎士祖父騎士、おもろいことすんな、面白い。姉騎士って単語おもろすぎだろ、はい、アンサンブルガールズというアプリがあるの皆さんご存知ですか。知らない人もいるんじゃないかな。実は私アンサンブルスターズやる前にもっともっと昔からあったアンサンブルガールズをプレイしていた勢なんですけれども、なんとへー
レオくんの妹さんがそちらに出演されているというか、そこの世界線なんですよね、実は。そうなんだ。はい。なんで、もしそちら興味ある方、アンガルってまだやってんのかな、アンガルやってるのかな、ちょっと調べてみよう。アンサンブルガールズ。アンサンブルガールズって初めて聞いた。ガールズメモリーズというアプリが今まだダウンロードできるみたいなので、可愛い女の子がたくさん出てくるので、レオくんのこと好きな人だったら絶対妹見た方がいいんで、見て。もう、見て。妹めっちゃ可愛いから。ルカちゃん？はい、ルカ。ハンさんじゃん。ハンさんルカさんと呼んでいますよ、レオさん。うわー、こことここ兄弟か、可愛いな。可愛いでしょ、そうなんですよ。だから ここで別にね、アンサンブルガールズの宣伝するわけじゃないけど、そうですよね、はい、するわけじゃないけど、あのレオくんのこととか知ったり、このアンサンブルスターズのその世界の、なんなら元になったってわけじゃないんだけど、さらに手前にもう一個世界があったということで、うん、もし気になる方いたらアンサンブルガールズも、ね、見てみてください。いろいろ気づく点がたくさんあると思いますよ。つながってるものがあるんだね。そう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 、なるほど。すごい本当に出来合いなの、うん、妹。あ、そうなんだ。そう、なんか妹がもしマフラーを編んでくれたら、もうそれは外につけていけないやつって言ってました。ちょっと怖えよ。ストーリーには妹関連のこととかたくさん、そうなんだ、出てくるぐらいね、ちょっとシスコンな一面もあります。へえ、素敵素敵。その好きはさ、憧れの好きなの？いや、なんかラブ、うん、ライク、うん、うん、それともなんかいじめたいみたいな、それはあるかな、おもちゃ見っけみたいな。おもちゃだし可愛いし、なんか、うん、なんか昔懐かれたんだよ、その子に。あのちっちゃい頃 に、そう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 、あ、うん、まあなんか泉お兄ちゃんみたいな感じで言われたのが嬉しすぎて、いつまでも出来合いなんだ、弟みたいな感じなんだ。そうそうそう、そんな感じ。なるほどね。俺のことから離れていかないでよみたいな感じ。もうずっと一緒にいてよみたいな。もうシスコンなんだ、これも。そうそうそう、確かに確かに、こんなかっこいいのにぶっちゃキモいっていうところがいいんだよな。いいね、押せるね。普通に一番やばいやつだから、アンスタの中で。ああ、そうなんだ。監禁はちょっとやばかった。ちょっと本当に法に触れた今。そうそう、聞いちゃいけない話聞いた気持ちだったもん今。あ、そうなんだ、あーっていう。そうそうそう、おもろすぎ。まあ、監禁って言ってもそんな長い時間じゃないけどね、ちょっとの間だけだけど。ダメだよ、まあ、ダメだね、閉じ込めてた、うん、ダメだよ。面白い、ダメだ。はい、許さない。行きますよ、次。はいはいはい、はい。伊藤まさみさんね、そのライブの時にこう背中をね、こう結構憑依させるんですけど、うん、この背中のこの、まあ、背中はね、まあ、ある意味結構ナルシストな部分があるので、うんうんうん、自分が今一番輝いてるぞと、うん、それをねステージでめちゃくちゃやってくれるんですよ。オーバーにやってくれるんですよ。そう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 、あの山下大輝さん曰く、伊藤さん、はい、あの振りがオーバーすぎるとか。なんかみんなと違うアドリブ入れてくるみたいな。そんな話してましたよ。共演者の中でもおもろいになってるからね。そう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 。でもなんか背中ってそういうことやりそうだよねっていう話をしてました、山下大輝さんが。いや、いいですね、はい、キャラ愛に多分かなり溢れているお方だと思います。うんうんうん、はい、ありがとうございます。しっかり自分の中で演出してるんだろうね、背中っていうキャラクターをね。そうだと思いますよ。はい、はい、ありがとうございました。でもさ、ね、でもさ、我慢してさ、トマトジュース飲んでんだべ。そうだね、兄貴もそう飲んでんかい、飲んでんかい。兄貴はトマトジュースばっかし飲んでるもん。飲んでるんかい、そのさ、血ダメだったらトマトジュース飲む、このセオリー何。いや、わからん。同じ成分が入っていると思えんのだが。ちなみに兄ちゃんはもうだいぶ人間になってきたという話ですよ。あ、うん、あのわからないです、それは。だいぶ人間になってきたということはもうわからないです、それは。まあ、あの結構深めにヴァンパイアなんですよ、こっちの方が。あのちょっとあのその血の濃いみたいなのやめてもらっていいですか。
まあね、80% ヴァンパイアみたいな、そういうのやめてもらっていいですか。もうね、ヴァンパイアについての情報をもっと与えたいのに、ヴァンパイアという単語が一人歩きしてて、それ以外何もわからないんですね、はい、私たちも。引っかかっとるヴァンパイアにね。うん、ちなみに、リツくんは、アンサンブルスターズびっくりの方では2年生、ユーザーと同い年でいるんですけど、うんうん、実は1年留年してまして、本当に3年生なんですよね。なんで、もう的には上。うん、そう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 。うんうんうん、なんで、まあ、他の2年生の子たちよりも、やっぱりちょっと大人びたりしてる部分だったりとか、ちょっと達観してるような、そういう性格だったりもします。なるほど。え、お兄ちゃんいくつなの？実はね、お兄ちゃんも1年留年してるんで、なんか何とも言えませんね。そっか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 。なんかダブっちゃってるのかなと思っちゃった。ね、普通そう思っちゃうね。うんうん、そう、佐久間兄弟マジで複雑回帰なことになってるんで。なるほどね。まあ、アンサンブルスターズびっくりの話するときにまたしましょう。はい、お願いします。はーい。